岩橋源氏アディダスコレクションで注目のタトゥー公開。平野仕様の一年休業との結びつきにも迫るファン期待の未来。アディダスジャパンが岩橋源氏を最新 T シャツコレクションのキャンペーンビジュアルに起用し、その際に彼の腕に入ったタトゥーが注目を浴びています。この報道が、金プリのもう一人のメンバーである平野仕様にも影響を与え、 彼が一年休業を希望していることと結びついてタトゥー入れるとの声が上がっています。この記事では岩橋玄樹のタトゥー報道と平野紫用の休業にまつわる最新の情報をもとに二人の未来に迫ります。岩橋玄樹のタトゥー報道、岩橋玄樹がアディダスジャパンの T シャツコレクションのビジュアルに登場し、その際にタトゥーがファンの注目を浴びました。 岩橋は以前から自身の SNS でタトゥーを披露しており、一部ファンはその存在を知っていましたが、広範囲に入っていることに驚きを隠せない様子がネット上で広がりました。ジャニーズ事務所のルールにより、タトゥーは公に見せることが禁止されていますが、岩橋はすでに退場しており、これによって公にタトゥーを披露することが可能になりました。 平野紫耀の一年休業報道一方で金プリのもう一人のメンバーである平野紫耀は女性セブンの報道によれば海外進出への強い思いと一年は休みたいという意向を周囲に伝えていますこの報道が注目を集め平野がジャニーズ事務所を退所し海外で武者修行をする可能性も浮上しています 岩橋が海外での生活を通じてタトゥーを入れることで話題となり、これが平野にも影響を与える可能性が高まっています。平野仕用のタトゥー入れる可能性、岩橋のタトゥー報道を受け、一部のファンは平野仕用に対しても、今後タトゥー入れてもおかしくない、との可能性を指摘しています。ジャニーズ事務所を離れることでタトゥーを入れることが制約なく可能になるため、 これが実現すればファンにとっては新たな魅力の一端となるでしょう。平野紫耀の海外進出に期待。平野紫耀が海外進出を望んでいることは以前から知られていましたが、岩橋がその先駆者として先に行動したことで平野の海外進出への期待が一層高まっています。彼が一年の休業を希望していることもその一環とみなされています。 彼がジャニーズ事務所を離れ、海外での新たな挑戦にどのように臨むのか、多くのファンが注目しています。キンプリのメンバーである岩橋玄樹のタトゥー報道が、彼の退場後の新たな一歩となりました。ジャニーズ事務所を離れ、自らの道を切り開くことで、彼がタトゥーを公に披露できるようになりました。この出来事が、同じくキンプリの平野仕様にも影響を与え、 彼の海外進出と一年の休業に対する期待が高まっています。未知の未来に向けてファンたちは金プリのメンバーたちの新たな挑戦を見守っています。